おはようございます。釣り子 TV です。今日ね、渓流行きますよ。グラビアスにディアモンスターね。で、まあ小高は持ってかないけど、こういう防水バッグで、ね、雨降るかもしれないからね、ハワイなんで。で、今回ね、バレーパーキングだからチップ文化ない。これから渓流に向けてGOです。はい、安全運転でお願いします。すごいね、このワイキキのど真ん中からスタートですよ。あ、すげえ、水陸両用車だ。だね。ああ、どっから出んだろう。あるんだな。なんか書いてある。ダックツアーなんだよ。ハワイダック発見しました。最近日本にも結構多いからね。いるよね。渋いよね、亀戸とか。もうね、お台場のもあるし、あ、台場もあれあんだ。豊洲の新市場のところもあるよ。Google は便利ですな。Google マップで車が乗れちゃうもん。道に迷わず。じゃあ高速。ああ、もうスーパーカサカサ。おお、高速乗れましたよ。この車線でとりあえずいいんじゃないかな。もう一個右のこのパリハイウェイ。一個右の車線な。オッケー。これエグジットって書いてある。オッケー。そう、これが分かりづらいんだよ。エグジットイコールなんつうの、パリハイウェイだから。これで昨日通った道に復活するんだ。エグジット。そうさあ、これ最初覚えないとね、無理だな。急にエグジットって書いてあるから出口だろうと思って思っちゃうんだけど、まあ出口なんだけど、パリハイウェイのこの入り口でもあるっていうか。ライトつけとくか。あれ、封鎖してね。そうだよ。封鎖な匂いがしませんけど。あれがどの車線に対応してるかだな。黄色い看板が。ああ、もう一個右車だね。右方向出口です。うん、エグジットでいいから。これでさっきみたいにリケリケハイウェイ乗れる。しばらく道なりです。ここら辺がやっぱり歩道感覚と違うね。右方向ジャンクションですって言ってくれるからね、日本の。これは明らかにやべえ、高速出ちゃったってパターンだね。一見出ちゃった感もすごいあるよね。実際出ちゃってるのかもしれない。これ高速じゃないし。うん、このハイウェイと一般道の境界が若干曖昧だから一瞬混乱するね。よし、もう一回峠攻めやり直し。アタックだ。あとはね、もうこれね、道なりなんだよね、ほとんど。ずっとこの幹線道路をぐにぐに行くと、その後の町入ってからだよね。そうだね。今日は早朝のリケハイウェイからお届けしてるよ。ドライバーはスーさんだ。無理だ。ご機嫌なミュージックを流していくよ。今日は陽気なおじさんからスタートだ。なんだこれ。この辺のどっかかな、なんかそう、どっかな、ジュラシックパークの舞台になったような森が。すごいなったよね。向こう側の抜ける時だったよね。向こう側の H3 のどっかがすげえ、もうなんか原生林みたいな感じでかっこいいんだよね。まあ、山の上は降ってるとして、向かってるところはそんなに標高高くないエリアだから降ってないといいけどな。でこれで入り口が左側にあるはずだから、右さん、いよいよジャグルフィッシングですよ。それ買った。おっとおつそっか、ズルズルなあ。一応道になってるね、軽くゆっくり。苔ムシムシだからスパイクじゃないとズルッ大きい足首やられちゃう。うっそうとしすぎ。プレデター出てきそうだよね。右でいいと思うんだけど。ダダ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 ダだだ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 。おお、間もなくよ。ああ、水があった。お音を頼りに来た。あぶれ。そっか、両手踏んでんだから。これあれ何、ツタが生えてんだ。ツタでちょっとね、強めのツタがあるんで気をつけてね。よしよしよし、ほっ、おい、おはようございます。ハワイの原生林にやってきました。すごいね、このうっそうとしすぎだけどね、このスモールね。まあ水そんなに濁ってないみたいだからね、慎重にやっていけば釣れるはずなんで、行きましょう。この流れが落ちてる、そのグリ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 ってなってる。あと軽いかなあ。追ってたね、今追ってた。そのそういうところ丁寧に。しかしすごい原生林。それ後ろ誰か連れてるんですか。なんかケムクジャラの人いますけど。これは俺に返しに来ちゃったからさ。チューバッカーモデル。あとでちょっといろいろやりたいことなんで。投げてるとこ悪くなさそうなの。まあ一個上行っちゃおうか。そこら辺も対岸で追ってる感ありそう。あ、違うか。今黒い塊が見えた気が。あ、追ってる。ちょっとちっちゃいなあれ。多分かなり小さいな今。あれスモールじゃなくて多分チクリッドだよ。もっとね、針ちっちゃくして X30 とか投げるとシクリッドが釣れっから。ずっこけねえように。この滝みたいなところを割った上の静かになってるあたりが深みだから、あのあたりまで行っちゃおう。やべえ、超蚊に刺さる。ああ、小さい蚊がいっぱいいる。おっしゃ、あ、違うか。ああ、次のあの深みいるな。いや、いい、そのもう一個上がった。はいよ。おっしゃ、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 おっしゃ。ちょっと痛い、ちょっと痛い。おー、サイズアップ、サイズアップ。オッケー。やりましたよ。ねえ、買ったばっかりの竿じゃないですか。一匹目で。大和さん、ありがとうございます。はい。リールは島野ですが、何か融合タイプで、はい、はい、じゃあ行かしましょう。お元気、おめでとう。おお。いや、すげえな。追ってくる。オッケー、オッケー。あの一段先のちょっと深くなってると、あそこがやっぱいいのかな。スプリットみたいなのここら辺いっぱいいるんだけど、あれこれゴール？いやまだだよな。須田、その深みえ入れて。あっち入れましたよ。いいよ。しちゃうでしょこれ。おっしゃ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 ーい。ナイス。あ、結構いいサイズ、結構いいサイズ。他の来ちゃった。やべ。オッケー、オッケー、オッケー。そっちに、そっちの岸に誘導して、それしっかり上げようぜ。やったー、ちょっとサイズアップ。おー、綺麗な。スモールさん、この大自然からドラクロさんで、じゃあ逃がしましょうか。ありがとうございます。それでははいよ。おっしゃそこ釣れた。ちょっとやべ、行っちゃったか。いっちゃいました。ここを数伸ばせそうよ。おっしゃおっしゃおっしゃ。よーし。ナイス。おっしゃ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 。お、でかい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 。うぃー。おー、でかいでかいでかい。お、でかいぞそれ。あるあるある。おい。スモールでかめの規模。ああ、まあ35ぐらいだね。でも引いたね。締めの魚おめでとうございます。はい、な、結構引いたね。結構引いたね。その竿大活躍ですな。じゃあ下の方ですね。はい。おめでとう。イエーイ。アロハ。アロハ。はい、スーさんがちっちゃいの釣りましたよ。はい。じゃあこの崖を登っていかないとね、帰れないみたいなんで、そろそろ宿に向かいたいと思います。叫び声がした。なんかいる何ですかこれ。獣がいる、獣がいる。それ中ばっかじゃない。注意だ。真面目にやってください。はい、お疲れさん。結構釣れたね。結構釣れました。はい。積もります。Yes. All right. You guys got the right gear. Small poles. Small poles. Oh, all right. That probably did work. Okay. Yeah. Yes. How big are smallmouth? 35. Oh, okay. 35 ぐらい。Okay size? Yeah, yeah. Oh, for here, like the biggest, maybe like 15 inches. So yes, little over 1 foot. Oh. The biggest ones closer to the golf course. Oh, more. Yeah, yeah, closer to the golf course side. Yes. You guys got the right gear. Yeah, the crayfish too. Crayfish. Yeah, yeah, yeah. They love the, if you can get them, live bait too. Yeah, awesome. Well, nice to see you guys. You got your freshwater license too. All right. Okay. Awesome. Japanese fisherman. Yeah, all right. Thank you. Enjoy. お疲れ様です。お疲れです。いや、もう後ろ、あ、中ばっかいますね。中ばっかいましたね。捕まえてきたな。いやー、ちょっとね、1年半ぶりでどうなってるか分かんなかったけど、道が封鎖されてたりもあったけど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。暑すぎるし、川ボコボコだし、早く着替えて帰りたいと思います。了解です。次は海釣りだ。海釣りだ。町に戻るぞ。あ、パンツじゃないこれは下にもちゃんとズボン履いてるパターンで。蚊が履いててよかったな。ハーパンだったらこれ蚊にやられんね。ボコボコだよ。